ばんは。こんばんは。あ、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。あ、ハートありがとうございます。遊びに来てありがとうございます。中さんありがとうございます。お、嬉しい。ありがとうございます。まだだけどねあ、ありがとうございます。お久しぶりでね、ショールームお久しぶりです。こんばんは。ヤッホーってヤッホー。あ、お話し会楽しかったよ。ありがとうございますあ、初選抜おめでとうって、ありがとうございますしいです本当に。皆さんありがとうございます。としないさん、あいちゅらさんありがとうございます。いたちさんもありがとうございます。お、みさぼむさんどうもありがとうございます。ありがとうございますうれしいありがとうございます皆さん。あーれんくんありがとうございます。あっこさんもありがとうございます。たかなさんもありがとうございます。あ、じゃあテロップを書きます。いい、ちょっと待っててくださいね。オッケー。嬉しいです。皆さんおめでとうってありがとうございます。あ、プレジャーさんありがとうございます。あ、イブの握手会楽しみにしました。ありがとうございます18期みんなで何時間話してたん？何時間、何時間話してたんだろう。でも結局私とアズが一番最後まで残ってて、でも2時間は過ぎてましたねいや、皆さんありがとうございます。あ、エイチャさんありがとうございます。としのりさんもありがとうございます。お、クロロルシルフルさんありがとうございます。あ、髪型も可愛いってありがとうございます。今ついてますあ、フォローしましたって。刈り上げくんありがとうございます。嬉しい。先輩おめでとうって、皆さんありがとうございますあ、ランリーボイさんありがとうございます。あ、生誕祭楽しみって、嬉しい、ありがとうございます。そうそう、もうちょっとで火曜日が誕生日で一発ルームがありますね、うん、で水曜日が生誕祭、嬉しいあ、ちかこさんありがとうございます嬉しい。そうそう、いっぱいあるんですよ。あ、ドクタケさんこんばんは。そうそう、誕生日に生誕配信するって、でもね、多分できない気がするんですよね。多分どうなんだろう、一発ルームの後時間ないかも。でもしたいですね、ちょっと考えとこうあ、生誕祭、あ、畠山さんと小浜さん選んだ理由、いや、あの自分で選ばせていただいたわけではないですそうそう、そうなんですよ。誕生日おめでとうって、ありがとうございます。そうですね、一発ルームが実質誕生日配信みたいになっちゃいますね。本当は自分のショールームで配信したい気持ちもあります、あるんですけど、多分帰ってきちゃうと体とできないかもなって感じでそうそう、
そう、こんばんは。あ、優しい、できるときしたらええわって、浩平さん優しいです、ありがとうございます。あ、リリさんね、1年前とか今のこと想像できなかったよね。全然ですよ、私の1年前なんて本当に学校行って塾行って帰ってきてっていうのを繰り返してただけだったのでそうそう、嬉しい、選抜や誕生日を応援することがたくさんやって、ありがとうございます。あ、藤京さんありがとうございます、プレチョンさんもありがとうございます。あ、そうなんですよ、田口さんと同じ誕生日なんです。そう、金曜日か、なんだっけ、もうすぐ誕生日だねみたいな、一緒だもんねみたいな話を少しししました、田口さんとそうなんですよ。あ、猫ひでさんサインありがとうってちゃんと書きました。あ、伊達メガネさんありがとうございます。お、すみすみさん昨日と今日お話しありがとう、こちらこそありがとうございます。時間ないとカラオケルーム、いや、カラオケルーム、なんだろう、カラオケルームの場所も遠いから、そうなんですよ、でどうだろう、ちょっと前考えますね。ウェルカムコメント、あ、ウェルカム、え、確かにこれどうやって変えるんだっけ変え方わかんないな、どうやって変えるんだっけね、うーん、そう、どうやって変えたんです、忘れちゃった変え方あ、ここらへんありそう、あ、ありました、そうだね、とりあえず一回コメント、よし確かに、あ、お話しかありがとうって、こちらこそありがとうございます。え、次のシングルの握手会申し込みしました、ありがとうございます、嬉しい。あ、シエモさんありがとうございます、あ、皆さん嬉しいセーバーセーバーれた時の表情がガチで良かったって、いや、なんかね、本当に何も知らなくて、なんだろう、なんか発表があるとかも全然知らなかったので、そうなんですよ、だからスクリーン降りてきて何始まるんだろうって思ってたんですけど、そうなんですよ。あ、部数増えたから行く、ありがとうございます、たくさん遊びに行くねって、嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよ、ありがたいことにお話し会の部数もたくさん増えて、もう嬉しいことばかりですあ、みっちゃん、さくまさんありがとうございます、サプライズってサプライズです、サプライズっていうか、なんか本当に何も知らなかったので、そうなんですよあ、こんばんはって、ね、会える機会増えて嬉しいって、私も嬉しいですそうです、知らされてなかったし、うん、そうなんですよ。あ、そう、愛理さんがすごい優しくて、なんか、これからよろしくねみたいな、一緒に頑張ろうねって言ってくださって、めちゃめちゃ優しかったです、いつも優しいんですけど、そう、本当に愛理さんはなんか18期のもう本当に最初の頃からたくさん気を使ってくださって、いろんな話してくださったりとか、一緒に写真撮ろうって言ってくださったりとか、本当に優しいですはい、ユナート選抜入り嬉しいって、ありがとうございます、嬉しい、君に入ってくれてありがとうって、こちらこそありがとうございますそうなんですよ、まあずも一緒の心強いですこんばんは、あ、モンさんこんばんは、優しい、大号泣しちゃったってあ、もしゅうさん次のシングル申し込んだよ、楽しみって、ありがとうございます、
後で期待しながら見てたって。いやなんかもう近くにたけしさんとそのなんか友さんがいるってあーってなってて、ああ水嶋さんだってなって、そうなんですよ。全然なんかあーすごいすごいってなってたんですけどで運気上昇中だねって、本当になんか今年1年でなんか今までの運を全部使い切った気がしますあ、アップトゥーボーイも申し込んだよ、ありがとうございます。そうなんですよ、そうなんですよ、ソロでやらせていただいて、そうなんです。本当になんだろう、私の高校とか中学の感じのすごい、なんか私がバスケやってたっていうのも、そうなんですよ、それでバスケのユニフォームみたいなのとボールとかで撮影していただいて、そう私服もなんか本当に可愛くて私っぽい洋服を選んでいただいて写真を撮っていただきましたのでぜひ、ね、まだ知らないよって方いたらちょっと見てみてくださいそうそう、呼ばれた瞬間どうだったって、いやもうなんかびっくりしました。本当になんかそもそもそのシングルが出るよっていうので、もうおそうなんだと思ってびっくりしてたんですけど、なんか20代驚いててなんかってなってましたそうなんですよ。あこんにちは、こんにちは、こんばんはそうなんですよ、ちょうど神手にあ、昨日話せて嬉しかったって、ともさんありがとうございます。あ、しゅうみさんありがとうございます、嬉しい、本当にそうなんで、あ、そうなんですよ、高橋あやねさんもいて、そうなんですよ、ずっと好きですっていう話をね前からしてたんですけど、そうなんですよ、それで近くにいておめでとうって言ってくださいました優しいです本当にそうなんですよ、そう柏木さんのね卒業シングルで選抜なのも本当に嬉しくて、なんか本当に大切な曲で選抜に入らさせていただいて本当にありがたいなっていうふうに思います。もっともっと頑張ろうって思いました。そう最後のねシングルなのですごい思い出に残るような、なんかなんだろう、少しでも盛り上げられるように頑張ろうって思いますそうなんですよ、ありがとうございます。あ、ティナオニありがとう、もう私は信じてました、ありがとうございます。そうそうそう、本田さんがルーキー賞入れたよって言ってくださってすごい嬉しかったですあ、雲龍さんもありがとうございます。そうみんなねおめでとうって言ってくれましたそうなんですよ、嬉しい本当に。そう自分の衣装できるんだねって嬉しいですね。やっぱなんだろう、シングルに自分の歌割りができることとか、まあ、なんかすごい感慨深いですね本当に嬉しい。衣装も AKB の衣装大好きだし、なんかなんだろう、自分の今の18期衣装もできた時すごい嬉しくって、なんか自分の衣装に自分の名前が書いてあってっていうのが本当に嬉しかったんですけど、もう本当に嬉しいことだらけですあ、和田さん密かに応援してるのめっちゃ嬉しいですって、ありがとうございます。全国ファミとかのイベントにも参加できるようになるねってね、嬉しいです。本当にいろんなところに行ってみたいですあ、たくさんありがとうございます。由美さんもいっぱいありがとうございます。うんりゅうさん
ゆなちゃんの選抜映画18周年公演で一番嬉しかったんで、ありがとうございます嬉しい。等身大パネルありがとうございます。回るぞってありがとう。すみすみさん、あ、伊達メガネさん、山ちゃんさん、ありがとうございます。あ、ハッシーさん、お誕生日おめでとうってありがとうございます。福岡あったらぜひ来てほしいで、ね、福岡行ったことないので行ってみたいです。行けるかなあ、としないさん、田中さん、ありがとうございます。りゅうさんもありがとうございますえ、嬉しい、お誕生日おめでとう、お誕生日ありがとうございます。センターさん楽しみって、ありがとうねえ、関西も1回しか行ったことなくって、修学旅行で1回だけ行ったんですけど、その時もあんまり行けなかったので、そうそう、だからいろんな、私本当に旅行とかも大好きなので、いろんなとこ行ってみたいなってこれからね思います。家族の反応、え、めっちゃ喜んでましたそりゃそうですよね。あや、次のシークルたくさん撮ってて、あ、18カメオさん、ありがとうございます。いつもありがとう。ね、選抜として迎えるコンサート頑張ろうねって、ね、そうですよね、3月の春コンサート、本当に楽しみです。なんだろう、武道館よりもっと成長できるように頑張ろうと思います。京都いいよって、京都大好きです、抹茶が好きですそう、抹茶大好きなんですよ。だから前に京都行った時も抹茶ばっかり食べてましたそう、あと着物着て、なんかね、水色のレースの着物を着て、なんか可愛いのがいいねっていうのを友達と話してて、そうなんですよ、だから水色のレースの着物を着て、あのお寺とか巡ってましたあ、もっちーさん、ありがとうございます。あ、ゆうゆうさん、初見さん、おめでとうございます、ありがとうございます。おしゃべり会、お話し会かな、どんなこと話せばいいのって、どんなこと、なんだろう、何でもいろんな話をします名前呼んでくださいって、ナナのおじさんさん、いつもありがとうございます本当に楽しみです。あ、うっちーさん、ありがとうございます。あ、はるこん、僕も参加するよって、ありがとうございますあ、こんばんは、ゆなちゃんって、ありがとうございます、感謝そうですね、昇格したら生誕祭にケーキと手紙があるよって、そう、 次の目標というか、やっぱそのなんだろう、やっぱ研究生の目標としてやっぱ昇格することだと思うんですけど、そうで、大きな目標と、なんか成長してできたらいいなっていう感じで、選抜に入りたいですっていう話を多分お披露目の時にしたと思うんですけど、あのまさかの昇格よりも選抜に入らせていただく方が先に なりましたえ、あ、花屋敷イベントね、楽しかったですえ、なんだろう、声枯れてるっていうか、なんかすごい大きい声で喋ってないから多分ガズガズになってますお手紙来ましたかって、来てません、ありがとうございます。そう、歌とダンスどっちが好き、なんだろう、普段だったらやっぱカラオケが好きなので歌の方が好きかなと思うんですけど、なんだろう、やっぱ踊ってるダンスもすごい大好きだし、うん、どっちも好き、
そう、これ本当に難しい問題で、私本当にどっちも好きだなので、そうそうあ、目の下のキラキラ可愛い、嬉しい。あのね、ちょっとなんかクリスマスのなんだろう、メイクってかラメがすごい可愛いの見つけて、それを買ったんですよ。嬉しい。あ、太郎くんさんありがとうございます。今日もありがとうございました。字が汚くてすみませんって、そんなことないです。あ、ダンス動画バキバキに踊ってたって、そう、基礎レッスンは結構かっこいいっていうかキレのある曲を踊ることが多くって、そうなんですよ。あ、クークネローさん、あー、次のシングルもありがとうございます、嬉しい。あ、うちはバージョンアップしていきますってあ、シルちゃんさんありがとうございます。あ、何時間もありがとうございましたいやいや、一言目で可愛いって言うのごめんね、全然いや、なんだろう、 K-POP だけじゃなくて、そう、いろんな曲をやるんですけど、そうなんですよ。でもなんか思うんですけど、最初の基礎レッスン、私たちがお披露目前に、お披露目前から基礎レッスン18期はしてて、なんだろう、その時は本当になんかみんな、なんか今と比べたらなんか本当になんか成長したなっていう風に思います、前のやつよりも特にね、あのお披露目前の時の基礎レッスンのコヒが可愛すぎましたねダンスレベル高いって、ありがとうございます。あ、お誕生日おめでとうってありがとうございます。あ、事前に制作されてたって、あ、全然知らなかったです。本当に何にも1ミリも知らなかったです生徒さん初めて、そう、劇場本当に楽しみですお披露目、あ、すごかった、よかったです。名札を落とさないって、あれはほんなんか私のつけてるのが本当に取りやすくって、あのあと何ヶ月かそれを使ってて、でもなんか本当にレッスン中とかでも落ちちゃったりしてっていうのを見て、あのマネージャーさんが新しいのをくれました。が今はもう全然落とさないですあ、ゆなみなちゃけコーヒーさんありがとうございます。あ、頑張ってくださいってありがとうございます。あ、そうそう、肌もね楽しみなんですよ。そう、1月から始まるんですけど、そう、ドラフトで固定さんの固定速度と優越感チームに入らせていただくので頑張ります。そう、ビズのね決勝も多分からなのかはまだちゃんと分かんないんですけど、始まるのでそっちも頑張ろうと思いますね、これから18期の知名度が上がるといいよねって。そう、まだ多分ね全然1年も経ってないので全然知らないよみたいな方もいらっしゃると思うので、これを機にいろいろ方にね18期を知ってもらえるといいなって思います。嬉しい、ミオンラブさんありがとうございますそう、きっかけになったらね、嬉しいそうそう、あ予選ね。あ、ワンタンさんありがとうございます。藤木温さんもシルちゃんさんもありがとうございます。あ、そっか、波動ワンの申し込み期間中だから宣伝しておけばって、皆さんぜひ来てくださいね、本当に今週はたくさん会えて嬉しい。
私も嬉しいです。生誕さんが初めての公演になりますって、ありがとうございます。いつも嬉しい。お話しありがとう、楽しかったよ。あ、次のシングル前に行くねって、ありがとうございます、嬉しい波動行ってみたいなって、波動楽しいですよ。あ、違う、こっち、これは私でしたねそうそう、あ、ユナハスが別チームになって困ってますってじゃあどっちもお願いしますそうそう、あ、サイン当たりたい18年前20歳です18年前だと私はまだ生まれてないですねそうそう、波動、山内さんと布袋さんが一緒の時に選んでくださって、うん、ってなりました。お家で見てたんですけどえ、あずにボール渡してもいいって、ください、ボールお願いします。あ、こんばんは、修造さんこんばんは太田友さんが命のパフォーマンス大事さしてたから、え、13日、あー13日ありがとうございますあ、マー君さんありがとうございます。え、渡します、え、ありがとうあ、ピンポン玉成功したいので何か一言、頑張ってくださいあ、ガチャさんありがとうございます。あ、フェイントめっちゃかっこいいって嬉しい。にゃんたさんありがとうございます。あ、サトシックさんありがとうございますそうそう、劇場公演、そう、劇場ができて4日後なんです、ちょうどね。そう、あ、ありがとうございます、ユージさん、ミラーボール、そうそう、あ幸運を運べてね、言ってらっしゃいましたねそうそう、エキビホテル劇場とほぼ同い年だね。そうなんですよ、多分一番近い私が、嬉しいセンター祭ね、嬉しいです。なんか文字汚いけどっていう方いらっしゃるんですけど、全然気にしないですね、気にしたことないそう、手紙大好きなのでありがたいですあ、しゅうみさんありがとうございます。お、ピンポン玉頑張ろうって、頑張ってくださいそうそう、あ、新幹線で書いてくださってるんですか、ありがとうございますって楽しみにしてます。お、歌手が良くねってありがとうございますタッピーさんありがとうございます。あ、こんばんはって、こんばんは、お、生誕祭当たったよって、プレジョンさんありがとうございます。あ、マシューさん、初見さんありがとうございます。今日のお悩み話し会久しぶりでちょっと緊張したって、ありがとうございます。お、優しいメールありがとうございます。いやいや、こちらこそ、今日もこの後見ますあ、プレジョンさん、キラリンビームさんありがとうございます。お、波動カード書くねってありがとうございます。あ、トモさんありがとうございます。握手会も取りますって、嬉しいです、ありがとうございます。お、みっちゃんさんね、ありがとうございます。うちは
嬉しい。ピンポン玉だいぶ傷んでたよって。そうなんだ。あ、ツイート載せてくれたら嬉しいって。そう、なんかね、いつも写真撮れる場所がなくて、そういつもね、そう劇場出る前に撮りたいんですけど、ちょっと13日は絶対撮ってあげます。あ、タッピーさん、タロクさん、ありがとうございます。肩についてるデザインって、そうです、ビーズついてます。そう、こっちにもついてるよ、手にもついてます、ビーズ。水色の封筒じゃなくてもいいですか？全然いいですよ。そうそう、あ、こんばんはって、ダイトさん、こんばんは。そう、今日はね、黒のコーデなんです。よかったら見てみてください。そうそう、大人コーデ。黒が似合う。ありがとうございます。あ、そうす、あ、アズの写真を撮ってあげたの、ゆなちゃん。あ、そうです、一緒にちょっとアズの携帯を借りて撮ってもらったので、そのまま私がアズのを撮りました。そう、昨日はね、ちょっと水色のね、リボンのやつを着てたんですけど、今日は黒のね、お洋服で、これスカートが可愛いんですよ。パールついてて可愛い。ナオミさん、ありがとうございます。嬉しい。あ、コンピさん、お手紙書いてますって、ありがとう。あ、スカート可愛いよねって、嬉しい、見てくださったんですか、ありがとうございます。カラオケなんだよねって、いいな、私もカラオケ行きたいです。ミニスカ似合うねって、そう、なんかね、私ロングスカート履きたいなっていうふうに思うんですけど、なんか自分に似合うロングスカートが見つけられなくって、それいつもミニスカートになっちゃいます。でもちょっとね、寒くなってくるとちょっとタイツを履くしかなくなってきます。あ、いなちゃん、毎回お話し会特殊代わりに全身写真を載せてくれるから、いつも楽しみにしてるって、ありがとうございます。お洋服どこのブランド好きなのって、あの、昨日とか、いつもは結構エブリンで買ってて、なんで大森さんがそう着てらっしゃってるんですけど、今ちょうどね、大森さんがそうエブリンに見に行くと大森さんがいます、絶対。そう、写真があります。でも今日のやつはこれはね、ティティ&コーっていうお店のやつなんですけど、そう、可愛くって。あ、三つ編み好きだからやってほしいって。じゃあまた今度やります。嬉しい。お、よりアイドルらしくなったのが分かる。本当ですか。ありがとうございます。そうそう、あ、そう、今日ね、お話し会の後なんですけど、ちょうど大森さんがいらっしゃって、昨日の、なんだろう、あの、昨日お洋服をインスタグラムに載せたんですけど、その時に、エブリンだよねって言ってくださってて、そう、コメントしてくださって、今日も、昨日のやつにやってたよって言ってくださいました。そう、それでね、あ、このね、リボンもエブリンのなんですけど、これももしかしてエブリンって言ってくださって、そうですって言って、似合ってるよって言ってくださいました。そう、優しいです。あ、山口さん、 ありがとうございます。同じ、叱ってくださいって、叱りませんよ。そうそう、リボン、そう、ここね、ピンなんですけど、一応なんかハーフツインみたいな感じで、そこにピンをつけてます。あ、カブさん、ありがとうございます。りゅうちゃんさん、ありがとうございます。そうそう、優しいんですよ、本当に。お前のね、ロケ、DX のロケで一緒にご一緒させていただいて、写真も撮っていただいて、その後に波動でも
写真を撮っていただいて嬉しかったです。そう、あとね、金曜日もじゃあ写真撮ろうって言ってくださって一緒に写真撮らせていただきましたあ、おまきちゃんありがとうございます。そう、これからね、先輩と一緒に撮る機会が増えると思うと嬉しいですあ、桜の花びらたちに会ったの初めてです。そうそうあ、小田さんと写真撮ったこと、あ、あります。小田さんとね、それこそ金曜日にちょうど、始まる前かなの時に、そう、写真撮ろうって言ってくださって写真撮りました。嬉しかったですあ、え、優しい。ナナのおじさんさんが一番目に可愛いよって、いつも二番目っていうのに、お誕生日おめでとう、選抜おめでとうって、ありがとうございます、優しいね、本当に。ネモハもサビ歌ってって、急にガラガラですよ私。コンさん好きです、ありがとう。あ、来年ケンジさん来年劇場公演当選したい、会いに行くよって、ありがとうございますあ、小栗さんと写真一度だけ撮っていただきましたそうなんですよ、嬉しい。皆さん、イルミネーション見てきたよって、あ、いいな、かえちゃん、私も行きたいな、イルミネーション大好きなんですよ。そうそう、あ、ハラカラさんありがとうございます、嬉しい。あ、18周年、これあれかな、なんか今出てるやつかなすごい。あ、クリちゃん、台湾さん、あ、ありがとうございます、話し会もありがとうございます。あ、アクスカ連れて行ったの、アクスタ連れてってくださったんですか。じゃあ私も見たって感じ、見ましたあ、マザー牧場行ったよって、お、千葉じゃないですかは上手と下手どちらがおすすめ。一番おすすめは真ん中ですでも多分なんだろう、上手はだるい感じの時にちょうど花道に行くことがあるので、本当にそれは一番近い気がします。でもなんだろう、全体的には多分上手の方が、上手じゃない、下手の方が多いのかなっていう感じだった気がします。あ、こんばんはって、よしかなさん、こんばんは。あ、20日おめでとう、伝えに来ますねって、カッツーさんありがとうございます。東京で知ってますかって、知ってますよ、もちろんです、行ったことありますよね、イルミネーションすごいですよね、本当に広くて綺麗ですね。行きました、私も、いつだっけ、去年じゃないな、いつだっけ、去年か一昨年か、そう、なんかね、空気で、ね、なんだろう、なんかさ、すごい動いてくねくね動いてるように見える、風、なんだろう、中が開いてて、その中に空気が入ってて、すごい動いて見えるみたいなのがあるんですけどなんかこういうやつ、それがすごい可愛くて動画多分撮ってあります。あ、げんけんさんありがとうございます、れんくんさんもありがとうございます。あ、クロロルシルフルさんありがとうございます。そうなんですよ。あ、握手券たくさん取ったよって、大輝さんありがとうございます。
夢見たのって。確かに。でもなんか女の子じゃなかったな、あれは。なんかピエロみたいな感じでした。女の子だったら夢見だったかもしれない。初詣、いや初詣はいつも行きます。初日の出も見に行ったりとかして。そうそう、そうなんですよ。可愛いって、川見田さんありがとうございます。東京タワーはって、東京タワーもね、ずっと行ってて、そうクリスマス時期になるとイルミネーションすごいじゃないですか。だから行ったりしてましたね。うん、ウィンクちょうだいって夢見にゃん、こんにゃくの生まれ変わり。え？そう、あ、冬好きなんですよ。そう、寒がりだけど冬が好き。そうですか、アクティブですか？お、初めて行くから覚えてるな。あ、コンさんありがとうございます。あ、初見ですって。あ、わしだいさんありがとうございます。こたつアイス美味しい、いいですね。私こたつないんですよ。そうなんですよ。お、こんばんは、遅くなりました。あ、ペペ兄さんありがとうございます。早すぎて辛いって。あ、おみくじ引きます。おみくじ引きますよ。あ、インテルさんフォローしましたで、ありがとうございます。嬉しい。ね、お風呂上がりにアイスもいいよって。そうそうなの、そうですね。こたつから引いてます。いいね。あ、こたつに入ってみかん食べてるよ。あ、私も今お家にみかんあります。あ、スンドゥブ私も大好きですよ。そう、12月本当にね、絶対さんもあって嬉しいんですけど、選抜もあってもう嬉しいことばかりです。最高の誕生日プレゼントをいただきました。は嬉しい。あ、年越しそば食べてます。そう、おそば大好きなので、そうおそば食べます。よく、いつだっけ、前食べたのは木曜日か、木曜日食べました、おそば。そうなんですよ。え、鍋食べて暑くなったら半袖って、いや鍋食べても長袖ですよ。そばにわさびは入れる、入れます。冷たいのも入れますよ。クリスマスケーキは何系、どうだろう。でもなんか毎年クリスマスケーキはなんか作るのを妹と弟がやってますね。ね、アップトゥボーイもあります。嬉しい。そう、ちょうどねクリスマスぐらいに、23でしたっけ、それぐらいで多分発売されるんですけど、そう、それもね私にとってはクリスマスプレゼントみたいなもんです。嬉しい。あ、蕎麦アレルギーなんですか。あ、おせち好きですよ。ね、13日本当に楽しみです。モンブラン食べれますよ。栗も大好き。猫アレルギーですかって。全然。あ、歌いましたね。でも武道館で。そうそう歌いました。
え、嬉しい、最高のクリスマスプレゼントだよ。ありがとうございます。アレルギーあるって？ないです、アレルギーないです。あ、アイチェルさんありがとうございます。ウニューさんもタロクさんもありがとうございます。エコポーズお誕生日おめでとうって、ありがとう。あ、苦手な食べ物ないのも、食べ物で苦手なのはってないんですよ、全然ないんですよ。多分あるんですけど今のところないんですよ全然。そうそう、前もね、ずっと嫌いな食べ物のコメントしか来てないみたいなありましたね。さあ、花粉症も、花粉症じゃなくて全然、そうなんですよね、イベント中、そう、イベント期間なのにずっと食べ物なってましたね。そうそう、全然ないです。いや、今来たって、ああ、ありがとうございます。あ、そうそう、虫ね、虫は嫌いですね、苦手です、怖い。ナス食べれないの？もったいない、大好きですナス。嬉しい、先輩ありがとうございます。ナナノリさんさん、ありがとうございます。花粉症は急になるからね、そうですよね、やっぱ急になりますよね。あ、プレジョンさんありがとうございます。そう、虫は全体的にダメです。アリさんとかもダメです。ダンゴムシも嫌です。え、そう、パクチーはね、食べたことなくって、そうそうすごい、なんか届いたよって、すごいわかるんだ、多分なんかありますね、きっと。もう何があるかはわかんないです。茶碗蒸しは好きっとって、え、すごい、その虫、あ、さっき食べました、茶碗蒸し。あ、かがったぼうつとかもダメです。なんか寝てる時とかに、夏とかだと聞こえたりするじゃないですか。今は全然ないんですけど、そう、あとハエもね、あの音がダメで、音がダメですそうそう、いや、クモはどうって嫌ですよ、無理無理わかるってね、そうですよね。え、北海道虫少ないって、いいな、もう北海道に行こうかなもう全然なん、もうダメです、全部ダメです。虫が大丈夫な子いるって、いない、カエル、もう無理ですは、吉久さん、お誕生日おめでとうってありがとうございます。いやー、掛け声しても追い払えないですよあ、来年初めましてしようかなって、ありがとうございます。ゆなちゃん猫舌でしょって、いや、なんか家族は結構猫舌が多いんですけど、私と双子の妹だけは猫舌じゃないんですよ。そう、なんで虫の話してるの、確かにそうですね、あの、なんか苦手なものの話になってこの流れになりましたそうそう、あ、リュウオンさんありがとうございますね。そう、双子の妹と顔似てるってそう来るんです、よく質問していただくんですけど、多分似てる方だとは思います。あ、みっちゃんさんありがとうございます。流れって怖い、確かに急に来たらね、なんで虫みたいになっちゃいますよねあ、瀬戸さんこんばんは、あ、みーさんこんばんはすごい、なんか苦手なものの話になっちゃった。双子なのかって、そうですよ
奈良さんありがとうございます。で意外と双子知られてないのかねって。確かにでも結構どうなんだろうあクリスマスツリー、いやまだ出てないです。双子テレパシーって本当にあるのって、でもあるんじゃないですかね。結構なんか気が合いますねああ吉下さん初選抜お弁当ありがとうございます。声そっくりって、そうなんかね、あのね何だったっけ、ちょっと話そうと思ったことがあったんですけど、生徒会で何だろう、あるじゃないですか、なんて言うんですかね、選挙があるんですけど、その時放送でなんか読むんですけど、その時に妹の次に私で、順番的にで、それでどっちがどっちか分からなかったって言われました、友達からなんか顔は見分けつく、全然分かる子とかでも、えどっちが本当に分からなかったって言われましたえ家の外にイルミネーション、あのね今はどうだろう、でも前はね、あのハートのさ、上にハートのキラキラがあって、その下になんかさーっていっぱいキラキラがついてる長い、それを上の方につけて下の方にさーってキラキラが広がっていくのをねつけてたんですよ前は。そうそう、ちゃん大好きさん、私は恋してる、ありがとうございますそう綺麗なんですよ本当に、キラキラめっちゃ可愛い。クリスマスマーケットまだ行ったことないです。そうそう、あ高野さんありがとうございます。アイチェルさんもありがとうございます。ゆなちさんもありがとうございます。たけしさん、ゆなちゃんのおかげで今年はいい年になりましたって、ありがとうございます。私も皆さんのおかげで本当にすごいいい一年でしたまだ終わってないんですけどねあ、ぶっちゃんありがとう、こんばんはって。ホワイトホッシーさんこんばんは。ねえ街のイルミネーションもすごいねもう年越しってまだまだ全然まだですそうそう、ね半年くらい、半年は経ちましたね、半年以上経ちましたね、9ヶ月とか経ってるのかな握手会までまだあるから充実してるってウニューさん嬉しいです、ありがとうございます。そう、明日からテストだって、頑張ってください8ヶ月か、そう昨日か、本当だ、びっくりです、8ヶ月ですそうそうね、後輩そうなんですよ、19期の今ねやってるみたいでそうそう、あ23日楽しみって、嬉しいです、ありがとうございます。
そう、23日のお洋服はもう結構前から買ってて、なんかこれはすごいクリスマスっぽいしキラキラしてるから23日着ようってのもね決めたって、そう、楽しみにしててください。めっちゃ可愛い系です。うん、多分昨日のやつよりも可愛い系です。え、嬉しい、おめでとうって。そう、24日はそうコスプレしたいなって思ってます。はい、12日はケーキ買いますね。ありがとうございます。あ、そう、エブリンの洋服です。そうです。一直視できないじゃん。それはな、それはちょっとな。あ、今言うのはあれだけど、学校のテストお疲れ様でしたって、ありがとうございます。そうそう、24日ね、迷ってます、何するか。今日横向き可愛いって、嘘、どういうことだ。髪型かな。そう、洋服大好きです。そうそう、お前さんがモデルしてらっしゃいましたね。癒される。嬉しいです、ありがとうございます。あ、2日ともくしか行く、ありがとうございます。楽しみにしてます、本当に。もうなんか昨日も今日もすごいいっぱいお話できて、また次会えるのが楽しみすぎます。早く会いたいです。ダズリンもいいぞって、いや、ダズリンね大好きなんです。私ダズリンのお洋服もたくさん持ってます。なんだろう、多分ダズリンのお洋服は結構夏とかのワンピース多くて、そう、昨日もダズリン見に行きました。そうなんですよ。あ、昨日ダズリンのスカート履いてたって。そう、私ね、ダズリンのスカートでもそれお気に入りのがあって、あの、なんだろう、前多分アズとお揃いした時に着てたスカートがあるんですけど、それダズリンで、ダズリンとエブリンがこっちになる。確かにちょっと似てるね。あ、そうそう、そうなんですよ。小栗さんがモデルしてらっしゃって、そう、すごい。そうだからね、そのエブリン、間違えましたね。ダズリンのあのワンピース、私が、そう、この話も前したんですけど、私が去年の夏に買ってて、すごいお気に入りのワンピースがあるんですけど、同じのを着てらっしゃって、それをね、私のそのあの歌番組に一回出させていただいた時にのリハーサルで着てらっしゃって、なんか見たことあるなってずっと思ってたんですけど、あの、やっぱり同じやつで、すごいなんか嬉しかったです。あ、ピチオさんこんばんは。誰か来たって、いや、来てないです。そう、お揃いの奇跡多いよねってね。あ、その話、まだできてないです、全然。あ、すごい、アルゾクのコスプレで行くねって、でさっき来てましたよ、お差し入れっていうか、なんか来てましたよ、多分。ちょっと見に行ってみる。今日は何が来てるの？皆さんがさっきみかんの話して、みかんを多分、さっもうさっき結構前、10分以上前かな、言ってたんですけど、そう、ちょっと何かは分からなかったので無視してました。なんかチョコ、マスカットのチョコになんか書いてます。
なんか書いてあります。頑張ってって書いてあるね。そうそう、みかん来たよ。あ、こんばんはって、こんばんは。ビズイベント思い出すなって。で、まだありますよ、ビズイベント。これから決勝あります。優しいって。え、タワー来たって。嘘、え、本当ですか。ラモーナさんありがとうございます。あ、それ18周年のやつだ。すごい、初めて見ました。ありがとうございます、嬉しい。で、みかんです。あ、たくさんありがとうございます。あ、太郎くんも、あ、18周年おめでとう、ありがとうございます。会社でみかん5個食べた。でもなんかみかん食べると気づいたら手がオレンジ色になりますよね。みかん食べれないのもったいないです。さっきメロン食べました。でも夜ご飯はフルーツ、フルーツと茶蒸し食べましたね。13日当たりました。よかった。あ、リンゴ食べてます。いいね、リンゴ。あ、トピさんこんばんは。大好きです、ありがとうございます。シャインマスカットの仕入れはって、あのチョコ、あのメッセージ書いてあるチョコは多分これマスカットですね。マスカットのチョコが来ました。あ、しるちゃんさん、どうもありがとうございます。しゅうもさんもありがとうございます。すごい、みんなに必要なのはビタミン C、 ビタミンって。すごお、今度個別買ってみようかなと。ありがとうございます、嬉しいです、楽しみにしてます。柿いいね、私も柿大好きです。でも柿もう終わっちゃうよね、時期が。あ、リュウオンさんありがとうございます。笑ってくれてありがとうって。ねえねえ、ケーキなら何が好きなのか教えてって。なんだろう、チーズケーキも好きだし、なんだろう、全部好きだから、なんだろうな、でもチョコも好きだし、抹茶系もあったら好きだし、モンブランも好きだし、なんか日による。そうなんですよ、そう、全部好き。そう、食べれないものが苦手なものとかも全然ないので。で、ミルクレープね、ミルクレープも好きだし。18年前に生まれてきてくれてありがとうって。ありがとうございます。タルト系が好きです。フルーツタルト大好き、うん。ケーキワンホール食べたことあるよって。すごい、それはすごいです。髪型可愛いですねって。ありがとうございます、教えてくれてありがとうって。いやモノオナさんありがとうございます。ケータリング迷わなそう。でも私結構迷いますよ、あの優柔不断なんで。もう認めました、私が優柔不断なのは、みんなに言われすぎて。あ、すごい。優しい。皆さん今日の髪型またしてほしいって。します、今度もまたします。じゃあ買い物とか時間かかります。お洋服とかもうなんか、可愛いけど他のも見に行ってみたいな感じで、なんかで一回そのお店を離れてまた戻ってくるんですけど、どうしようって言ってまた違うとこに行ってまた戻ってきたりとかしてます、よく。同じく友人不断のせいですね、夏木さんが。そうそう。
んか曲数がありすぎるし、あの皆さんに聞いちゃうとあの選択肢がありすぎて迷っちゃいます。ミルクパン食べてるよっていいな。ケーキの食べ放題行ったことありますか？あのね、昔でもないけど、いつだろう、高1の時に行きました。1月かなんかに行って、そうなんですよ、そう妹と、ね、おばあちゃんと一緒に行って食べました。そうみかん、スイーツパラダイスですかって、いやその時は違います。うん、誕生日プレゼント買うのめっちゃ迷います。優しい、18期生のお披露目見た瞬間えなちゃんに決めたって、おっさんさんありがとうございます、嬉しいです。コスメも迷うのって、迷いますね。でもコスメの方が決められるかも。なんかコスメの方が、あ可愛いってなったら、よしこれもゲットしようみたいなになります。そうそう、誕生日おめでとうってありがとうございます、嬉しい、嬉しい、せまとめとね、ありがとうありがとうございます。そうそう、ね、迷ってる時間も楽しい。そうなんですよ、気づいたらね、お買い物の時とかも時間が過ぎちゃってて、お誕生日めっちゃ、ありがとうございます。髪型迷うの、迷います。私今日の朝どうしようって思ってて、ずっと電車で考えてこれにしようと思ってこれにしました。ひなちゃんが目覚ましテレビに出ていたのが懐かしいですって。確かに、あれ何月だったでしたっけね、8月でしたっけ、7月8月どっちかですよね。カラオケの曲選び、普通の時いつもはね、いっぱい時間がある時に行くので、もう迷ったら全部歌おうみたいな感じになるんですけど、やっぱカラオケ配信になるとすごい何にしようってなっちゃいます。あ、こんばんはって、こんばんは、あいちゃさんありがとうございます。あとおめでとうねって、ありがとうございます。以上似合っててすごい可愛かったって、ありがとうございます。あれはね、ダズリンのワンピースで、そう絶対欲しいと思って買ったやつで、そうそう、あとねコートも最近買ったっていうお話前にねちょろっとしたことがあるんですけど、そのコートもダズリンです。そう、まだダズリンのコートはまでね、多分写真とかにも載せたことないんですけど、そう、そうそう、あそう白いコートです。お会いします、ありがとうございます。あ、ウンリュウさん、トフィさんありがとうございます。ケンちゃんさんもありがとうございます。あ、ケンちゃんありがとう、本当にいっぱいありがとう、本当に。そう、ダズリンのね、やっぱ新作お洋服好きだし、うん、そうなんですよ。絶対チェックします、新作出たら。伊達メガネさん、ありがとうございます。
今日の洋服はね、これはニットなんですけど、下はスカートで、あの写真あげてるので X かインスタグラム見てみてください。バーゲンまで待つはって、全然待てない。でもなくなっちゃったら悲しいから。そうなんですよ。あ、たくさん、とびさんありがとうございます。ねえ、気温おかしいですよね。なんかちょっと暖かい時もあれば、すっごい寒い時もあって、気分屋ですね、お天気さん。あ、スカートも可愛かったって、嬉しいです、ありがとうございます。コメントできないのって、できる、できないっけ、できた気がします、できると思います。じゃあインスタの写真見て、今日剣取っておけばよかったって後悔した。最近映画、いや行ってないです。あのね、ガールズドライブ見てからはもうまだね行ってけてないです。また行きたいです、映画。そう、そんなに、ね、あ、ストーリーね、確かにあれもどうなんだろう、わかんないんですけど、あんまり。そうそう、お、え、明日の夜雨降るんですか。え、やだな、雨ですか、寒いって。明日は暖かくします。一番暑いヒートテックを着ていきます。じゃあ、またアミさんお誕生日めっちゃ届いて、ありがとうございます。ビバースの DM 見れてる、ビバースの DM は見れます、いつも見てます。雨嫌いって、雨ね、なんだろう、見る分にはいいんですけど、実際なんか自分が外歩くとか、なんか学校行く日とかだと嫌ですね、びちょびちょになっちゃうので。18期ポーズ、じゃーん、これです。そう、雨女なんですよ。でも私は多分雨女なんですよね。そうなんですよね、ゆめみん体調崩しちゃって。そうそう、でもね、さっき LINE でちょっと LINE してて、18期のグループで、なんかその感じ的にはまだなんかいつものゆめみんっぽかったのでよかったんですけどね、早く直してほしいですね。あ、チャリ通勤やからって、確かにそれは大変だ、雨。雨の音と作って、確かに教室にいるときはいいんですけど、寒いよね今は。夏だとね、嬉しい、うん、夏の雨が降るなら夏がいいかな、ちょっと暑くなくなるしじゃないですか。ゆめみんはいつもくねくねしてますよ。うん、本当に面白い、いつも。なんかね、最近のダンスレッスンの時も先生にくね、どうしたらそんなにくねくねできるのって言われてて、あの17期の皆さんと18期で笑ってました。可愛くないですか、本当に。でも確かにってなってました。そうそう、先生が言ってた。そうなんですよ。で、背骨ないのかなって、確かに背骨ないのかな。かわいい、なんか。いや、怒られるっていうか、なんか本当、どうしたらそうなるのみたいな感じで言ってました。それも面白くて。そうなんですよね、かわいいですよね。で、クレープ屋さんの前でもくねくねしてた、確かにいつもくねくねしてる、可
かわいい。あ、何時まで配信だっけ？30分まで。そうなんで、30分までにします。ね、くねくねかわいいよね。そうそう、わかります、存在が癒しって。確かに本当にその通りです。そうそう、あずも面白いんです。あ、ペイントダンス結構すごい動きしてる。嘘、本当ですか？そうそう、半からあず配信。そうなんですよ、あのね、ゆなが最初にじゃあ半までやるみたいな感じになってて、ゆな半までだったよねみたいな感じで言われて、あ、うん、そうだよって言って、30分からあずが、じゃああず30分からやるって言ってました。え、あずって面白いんですよ。あずも面白くて、なんか私じゃなくて、わ、なんかわーしって言うんですよ。なんかね、すごい面白い発音で、そう、口がね可愛い。そうそう、そうなんですよ。そう、なんか私って言ってる感じなんですけど、でもなんかたがほぼなくて、わーしーみたいになって、しかもなんかちゃんとかも、何々ちゃんとかもなんかキャンみたいな、なんかすごい面白い発音をするので、そうそう、ちょっとね、多分そのうち出てくるので聞いてみてください。そうそう、みんなでね、え、ちょっと待って、あずよみたいな感じで話してます。そうそう、そう、22時以降もそういけるんですよ、あずは。今日なんか、あずはみんなより年上だからなって言ってました。しかもなんか、あず、自分のことあずって言うんですけど、なんかあずなんかずっとじゃなくて、アジみたいな感じなんですよ。それも面白くて、そう、そうなんですよ。でもそう、でも私が18歳になったら同い年じゃんってふざけて言ったんですけど、そう、そしたら一個上だなって言ってました。そうそう、いじってるの。ね、カスタードチョコ派ってね、言ってましたね。あ、のりくんさん、こんばんは。そう、しばらく同い年。そうなんですよ。しばらく同い年、18歳。ね、私も高校卒業したら22時以降解禁されます。ねえ、年はかないですよね、やっぱり。いや、ゆなたち同い年でしょってふざけて言ったんですけど、怖いだよって言ってました。そう、一個上です、あずは。ね、あさって成人だって。確かに怖い。今何歳なんで、あ、17です。今は17歳です。火曜日に18になります。え、嬉しい。年上っぽいってすごい。でもなんかよく言われます、あずと一緒にいると。そうなんですよ、あずと一緒にいるとね、絶対年上、ひなちゃんの方が年上っぽいって言われるんですよ。いや、あずかわいいからね、面白いんですよ。そう、もう優しいからね、本当に。そうそう、あ、みっちゃんさん、ハートありがとうございます。
あず可愛いからね。確かに。あ、13日センター祭だねって楽しみにしてますって。ありがとうございます。そう、みんなでも なんかね、みんないじり合ってる、合ってますね。そうで、なんかずっとだから本当にたまえもない、本当にしょうもない話ばっかして笑ってますみんな。そう、私もなんかなんだろう、キャッチフレーズをなんかすごい、なんだ、いろんなところで使われたりとかして、そんな感じでからかわれたりしてたりとか、なんだろうな、でもなんかみんな言います。そうそうなんですよ、本当に。多分ね、なんか時間あったら多分ずっと喋ってます18期仲良すぎて。そうそうそう、本当にことあることにそんなこと言うなって使ってくるんですよ。嘘、さっきゆいがあずいじりしてたって。でもゆいちゃん忘れてるかもしれないけど中学生だよね、だって3歳上なの、あずの、あずってすごい。でもゆいって本当に大人っぽく見える、見えますよね。でもなんかたまにちゃんと中学生だなっていう感じの時もありますね。2日間帰るの遅くてって、あ、でもなんかずっと喋ってるわけじゃなくて、あのちょこちょこって喋ってるんですけど、みんな書いてるので、そうそう、だからね遅くなってるって感じです。そうそう、ちゃんと中学生、ゆいちゃん、そう、ゆい中3、そうそうゆい身長高いじゃないですか、私より高いんですけど。そうそう、だからねすごいなんか、なんだろう、違和感ない私たちなですけど、なんかなんだろう、行動とか喋ってることなんかが、なんだろう、ゆいって本当に喋ってることが面白くて、なんかそれ聞いてると、あ、中学生だなってなってます。そうそう、ね、180センチいったらすごいですよ。え、でもね、じゃあレッスン終わってから喋ってるんですけど、でも普通に帰る人は帰るし、そうなんですよ。でもなんかみんなで話してる時はもっと話したりとか、早く終わったらなんかいっぱい話してたりとかするんですけど、やっぱちょっとそこ遅めに終わったらなんかチローって喋って、なんだろう、途中で別れたりするので、それで一緒に帰る人と帰りながら喋ったりとかしてます。そうですね、なんかもう妹、確かにそうだね、妹みたいなもんですね。2メートル越す予定なの、すごいな。え、怖っ、それは怖いな。ね、25分になっちゃったね、元気づけられます。そうですね、本当に明るくて。あ、クラさん、釣りありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ゆなは色気がないって言ってたって。ゆいち、そんなこと言うの、何言ってるんですか、ショールームかな、さっきの面白い、ゆいち反抗期なんじゃないって。確かにそうかも、そうかもしれないです。あ、マシュさんありがとうございます。ゆみさん、ラーメンブーム、確かに。でもどうなんだろう、ラーメンあんま食べてるイメージないんですけどね。そうそう、あ、ウニューさんありがとうございます。あ、モショケさんありがとうございます。18期の中で一番大きくなるかもね、確かに。まだ分かんないですね、可能性を秘めてるのは、一番秘めてるのはゆいちですね。いや、ラーメン好きだけどあんまり食べてる感じもしない。スクショタイムくださいって、
あ、じゃあもう3分前なんで一回ランキング読んでまたコメントちょっと読もうかな。高校に入って身長伸びたって、私ね身長全そんなに変わんなくって、そう、今158あるかな、そう前は157.5で、そうでも高2で 157.5 で高3の4月でも157.5 で変わってなかったので、多分もう伸びない伸びてないかなっていうふうに思うんですけど、そうでも朝測ったらもしかしたら伸びてるかもねそうそう平均ぐらい、そうなんですよ本当に、私がみんな高くないですか、私より低い人がいないんです、18みんな高いんですよ、そうなのにみんなねいつもねヒールで高い靴を履くのでいつも低いんですそうなんですよ。じゃあランキング読みますね。13位太郎くんさんありがとうございます、お話し会もありがとう。12位けんちゃんお話し会ありがとうって、あーこちらこそありがとう。11位アリスさん、あーアリスさんもありがとうございます。あ10位プレちゃんさん初選抜おめでとうってありがとうございます、嬉しいです、頑張ります。9位みっちゃんさんありがとう、みっちゃんいつもありがとう。8位うんりゅうさん、あーありがとうございます。7位りょうさん、あーりょうさんもありがとうございます。6位たくさん、あーたくさんもありがとうございました。あ5位だてめがねさん、おーだてめがねさんもありがとうございます。4位しゅうちゃんさんありがとうございます。3位みさぱぱさんありがとうございます。2位ゆなみなちゃけこしとっぱさとっぱたいさんありがとうございます。1位ラボーナさんありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しいですありがとうございます、写真ありがとうねって、こちらこそありがとうございました、皆さんたくさん応援してくださってありがとうございます。お一番目こういうって嬉しい、ありがとう。ともうね63枚目のシングルの選抜になって選んでいただけたので、これからねたくさん出張していいシングルを作っていけるようにというか盛り上げられるように AKB 盛り上げて、チアチキのこともさらにいろんな人に知ってもらえるように頑張ろうと思います。皆さんありがとうございます、誕生日もお祝いもありがとうございます、センターさん来てくれる方楽しみにしてます、ありがとうございます、皆さんありがとう、おやすみなさい、嬉しい、ありがとう、原稿にくれぐれも気をつけてねって、ありがとうございます、皆さんも気をつけてください、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい、あ、30分になりました、バイバイ、おやすみなさい。